NHK や朝日新聞などのオールドメディアの料金が高すぎると一目でわかる比較がネットで話題。内容はこちら。オールドメディアの料金が高すぎると一目でわかる比較が話題のようです。では城之内美奈さんのツイートより内容を見てみましょう。城之内美奈、こうやってコンテンツの月額を比べてみると、 NHK や朝日新聞などオールドメディアは料金が高すぎる上にコンテンツが嘘と悪意に満ちている。衰退するのも道理。月額比較。 Netflix 990円、 Hulu 1026円、 Disney プラス990円、 NHK 2230円、 朝日新聞4400円、毎日新聞4300円、東京新聞3700円。 NHK が悪質なのは、ネットフリックスの2倍以上の月額料金を国民から強制徴収し、拒否すると裁判まで起こして、しかも NHK は法人税プラス固定資産税が免除されていて、莫大な収益を上げ、その利益を天下り用子会社に付け替えている。ここ番組を有料アーカイブで配信、番組キャラを子会社で商品化して売るアコギな商売。ちなみに Amazon プライムは月額500円です。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。NHK が高いのよくわかる。NHK 高い、全く見ないのに。NHK と契約した記録がないし、記憶もないんですけどね。見てないのに金は取るんですよね。全く見ないのに、月額2230円っておかしいですよね。次はこちら。NHK もですが、朝日ってこんな高いんですね。朝日新聞が一番高いか。だろうな。朝日新聞が大赤字になるのも頷けますよ。次はこちら。高い。新聞は断れるけど、NHK は見ようが見まいが容赦なく取られる。オールドメディアがあぐらをかいてられるのも今のうちだけでしょうね。しかし、NHK だけは厄介。政治家が誰もメスを入れないのではどうしようもないです。てかこれ、NHK がいかに時代に合ってない受信料設定にしてるというのをさらけ出してないか。見ていないからという理由で断れずにお金を払い続けなければいけないなんて、時代錯誤も甚だしいですよ。最後はこちら。問題は値段や中身じゃなくて公共性。良くも悪くも。お得感が一切ないし、損した気分になる。自然環境にもいいとは思えないし。公共性がしっかりしていれば、ここまでの批判の声は起きません。しかし中身があれですからね。結論。新聞に関しては、見たくなければ買わなければいいのですが、NHK に関しては、強制的に月額2230円を支払わなければいけませんからね。毎回言ってますが、これだけ視聴コンテンツが増えた時代にもかかわらず、NHK 受信料を強制的に支払わなければいけないなんて、おかしな話ですよ。NHK は、即刻スクランブル化してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。